藤沢蘭子は、1950年代に、日本で活動した単語歌手である。本名、早川蘭子。東京生まれ。東京市立忍が丘高等女学校卒業。1943年に、東京音楽学校声楽科予科に入学。翌年本科に進むが、満州の宝石工場に単身赴任していた父の、招きで音楽学校を休学して、一家で、 満州にわたる。大連近郊の河原坊天使に住み、父が勤める工場で働く女工に歌を教える日々を送る。日本の敗戦後しばらくしてから、治安の悪化や父の失業などの理由から、河原坊天使から大連に移り、家計を支えるためにダンスホールで歌い始める。1947年3月に引き上げ、東京に戻ってからも、なお、 家計を支えるためにダンスホールや土佐回りでの歌手活動を続ける。この頃、原光太郎と知り合い、彼のバンド、原光太郎と東京を60奏楽団で歌い始める。NHK ラジオ、バンドタイムで偶然その音楽を聴いた、早川誠平がその歌声に惚れ込み、彼のバンド、早川真っ平と、オルケスタティピカ東京の専属歌手として引き抜いた。早川のもで、 本格的に単語を学び、1951年に、ビクターから初めてのレコードも出している。1953年に、藤沢、早川、トネケンジの3人で、単語のさらなる勉強のために、アルゼンチンに演奏旅行に出る。この旅行の際に、フアンペロン大統領夫人のエヴァペロンの追悼コンサートに出演したり、ラジオ番組で演奏するなどし、 アルゼンチンで絶大な人気を得た。この時の録音が藤沢ランコアワーで放送されると日本でも人気が高まった。1950年代の日本の単語ブームの立役者の一人であり、精力的にコンサートを行い、単語の女王と呼ばれた1950年代半ばから1960年代後半にはしばしばアルゼンチンや中南米諸国を公園旅行で回っている。 NHK 紅白歌合戦にも5回連続出場している。1971年に早川真っ平とオルケスタティピカ東京が解散した後は引退して家庭に入った。カトリックの洗礼を受け静かな日々を送っていたが、1980年に単語100年祭というイベントでいやいやながら一時的に復帰。翌1981年には久々に アルゼンチンでコンサートやレコーディングを行うなど本格的に活動を再開。1984年、嵐湖の復帰を心から喜んでいた夫、早川が癌のため没。その後も気の向くままに本格地をコンサートで回ったり、単語5月祭などのユニークな活動を行ったが、持病である腰痛の悪化などを理由にまだまだ歌えるのにと惜しむ声が聞こえる中、 1991年9月6日のコンサートを最後に引退した。引退後は所有のマンションを売り払い、東京を去り、その後は新潟県で市政の人として生活していた。2013年8月22日、老衰のため死去。奥闇、藤沢蘭子さんイコール歌手。読売新聞。2013年8月28日閲覧。前景当時早川には、 妻子がいたが後に離婚。嵐子と再婚し、講師ともにパートナーとなった。二人の間に来はない大連時代や腹の下で、歌っていた時期も単語は歌っていたが、数あるジャンルの中の一つに過ぎなかった。友人である歌手の石井よし子が、辞めるなら、せめてちゃんとしたコンサートを開いて辞めてと懇願したが、聞き入れず、あくまで残っていた仕事を淡々とこなし、辞めた。石井は、 多忙なスケジュールを縫い、最後のコンサートを鑑賞号泣しながら、客席から藤沢に花束を手渡しした。ありがとうございます。